この膜があると味が入りにくいので手で剥いて処理をしてから湯通しすると少しでも臭みを抑えることができますよと。この柚子をね1個、あん肝のワインにということで、まあこれね、なんぞやと、思うかもしれませんが、あん肝ね、あん肝は蒸してポン酢で食べることが一般的かと思うんですが、まああんまりね、ポン酢でばっかり食べていても食べ飽きしてくると思うので、今日はあん肝のワイン煮の作り方を紹介いたしますと。まあこれはね、北海道産のあん肝でして、結構ね、大きいので、食べやすい大きさに切り分けてから調理していきます。あん肝ってこういったね太い筋が入っているので、このね筋に沿って切り分けてそれから調理していくと。でね、まああん肝ってね、これ裏表関係なくこういった太い筋が入っていますんで、まずは筋に沿ってあん肝を切り分けると。こういった形であん肝を切り分けましたら、今度はねこの太い筋を包丁で外していくと。まあでね、これね手で外すこともできるんですが、手で外してもね、どっちにしろこのあん肝がくっついてきて形はね崩れますので、多少ねロスは出るんですが、包丁で太い筋を外していくと。太い筋を外しましたら、今度はねこれあん肝の表面ってツルツルしているかと思うんですが、ここがねこういった薄い膜で覆われていますんで、この薄い膜を指で外していくと。そう、この薄い膜はねこんな感じで簡単に外れるんですが、あのね先ほど包丁で外した太い筋の部分なんかはなんかね綺麗に外れずにあん肝の身がくっついてきてしまうので、太い筋は包丁で外して、この薄い膜は手で外すと。北海道産のあん肝で臭みはほとんどなくて濃厚なね味わいのあるあん肝なんですが、おそらくね国内に出回るあん肝のほとんどって韓国か中国産のあん肝なんですよ。あっちの方のねあん肝は、まあ、輸送にね時間がかかる関係もあって結構ね匂いが生臭くなってしまっているので、ワイン煮でね食べる際は、まあ、ちょっと高いは高いんですけれど、ぜひね国産のあん肝で試していただきたいなと思いますんで、まあ冬のね11月とか出始めの北海道産のあん肝なんかは結構ねいい値段するんですよ。キロ1万5000円だとか1万8000円だとか、なかなかね手が出にくい価格ではあるんですが、仕上がりはね全然違う濃厚で臭みのないねフォアグラのような味わいになりますんで、ぜひそこは奮発して試していただけたらなと思いますんで、太い筋はまあ僕の場合はねこれぐらいちょっともったいない気もするんですが、大胆に包丁で外してしまいますかね。あとはこの薄い皮を手で剥いてと。まあこのね薄い皮つけたまんまでも良いんですが、なかなかねこの膜があると味が入りにくいので、手で剥いて処理をしてから調理するようにしておりますと。試しにね、まあここに太い筋が残っているので、この太い筋をね手で外そうとするとこんな感じでね筋にあん肝がくっついてきてしまって、このねあん肝自体が結構ボロボロになってしまうんですよ。ほらこんな感じでね、なんていうのかな、筋がしっかり肝に密着していてうまくね指じゃ外れないんですよね。こういう太い筋は包丁で外すと。全体に筋と膜を取り除きましたら、ここからねあん肝に塩を振ってさらにあん肝の臭みを抜いていくと。そう、さっきねほとんど臭みはないとは言ったんですが、臭みがないとはいえ肝なので、このねレバー独特のねこの血の香りだとか、まあ、内臓系のね香りはありますんで、嫌な香りを抜いていくと。まあこれ塩を振って抜いていくんですけれど、塩はねもう結構しっかりめに身にまぶすような感じで振ってしまって構いませんので、
あん肝はね結構しっかりめに塩をしてもそんな簡単に味が入るものではないので、こんな感じでベタベタっとねしっかりめに塩をまぶして構いませんので、まあ、全体にしっかりと塩を振りましたら、この状態でね10分ほど置いて水分と一緒にあん肝の臭みを抜いていきます。10分ほど経ちますと、まあ思っているよりね水分は出ないと思うんですが、うっすらとね表面に水分が浮いてきますので、そうしましたら一度塩を水で洗い流します。塩を洗い流しましたら、続いてね日本酒、お酒を全体に回しかけて、この状態でまたね10分ほどあん肝を置いて、この肝の中に残ったね血だとか臭みを抜いていくと。まあこれね人によっては塩を振った上からね酒をかける人もいるんですが、僕はねなんとなく塩を振って水分を抜いたところに酒を入れた方が臭みが抜けやすいかなと思っているので、このような手法で臭みを抜いております。あん肝の表面が酒から浮いてしまうので、そういった時はねこんな感じでペーパーを上からかぶせて酒を全体に回すようにしております。あん肝がひたひたにかぶるまで酒をついでもいいんですが、そうするとね酒のロスが大きくなってしまうので、僕の場合はねこういった形で全体に酒を回すようにしております。酒を振りかけて10分経ちましたら、ここからあん肝に火を入れていきます。あん肝を煮ていくんですが、まずはね、熱湯を沸かしまして、そこに塩を一つかみ加えまして、この沸騰した塩水で湯通しですよね、あん肝を、まあ、5秒程度湯通しして氷水に取ります。湯通しするとこんな感じでね細かいアクが最初にこちらの塩水に浮いてくるので、こうすることでね少しでも臭みを抑えることができますよと。これね湯通ししますと最初にね取り切れなかった膜なんかが浮いてくるので、もしね取り切れていない膜なんかがありましたら、この段階できれいに掃除してくださいと。ここまで来ましたら、ここから本格的にあん肝を煮ていきます。でまずはねこれ赤ワインですね、値段はピンキリであるんですが、そんなにね高いワインを使わなくてもいいと思いますんで、1本300円だとか400円だとかのワインを使って僕は煮ていますかね。まあ1本ね5000円6000円するようなワインは料理用というよりはね飲む用のワインだと思うので、そんなにね高いワインを使用するのはもったいないかなと思いますんで、まあ、コンビニで売ってるようなワインで良いと思います。続いてみりんですね。みりんはねこれ煮崩れ防止なんて効果があるんですけれど、みりんを入れすぎるとあん肝が仕上がりが固くなってしまうので、そこまでみりんは効かせずに醤油を二回し程度加えまして、あとは、これは生姜塊を一かけらと、まあ、柚子ね、これは使いかけの柚子なんですけれど、この柚子をね一個こんな感じで落としまして、あん肝を入れて火にかけると。もしね赤ワインが足りなくてあん肝が浮いてしまうようなら、ここにね水を足しても良いと思うんですが、なるべくね水を加えずに赤ワインだけの濃いめの煮汁で煮るのが僕はおすすめですかね。紙で蓋をしてこのまま鍋を火にかけます。まあこれね沸騰しているところにあん肝を落としてもいいんですけれど、沸騰しているところにあん肝を落とすとねあん肝の表面って結構柔らかいのでボロ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 崩れる恐れがあるので、僕の場合はねもう沸く前にあん肝を入れてそれから火にかけると。火にかけるとねこんな感じで鍋肌からふつ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 沸騰してきますので、沸騰しだしたら火を弱めてあん肝を踊らせないようにしながら
このまま20分ほど火を入れていきます。まあどうしても一発じゃ味は決まらないと思うので、この煮汁のね味を見て、甘さが足りないようなら甘さを足せばいいですし、塩気が足りないようなら醤油を足せば良いですしと。20分ほど経ちましたら、ここで一度火を止めて、鍋ごとあん肝を常温に冷ましまして、そのまま冷蔵庫で一晩休ませます。まあ、これね意外かもしれないんですが、あん肝ってなかなかね味が入らないので、2回に分けて味を入れていくと。次の日もう一度火を入れるので、僕の場合は鍋ごと冷ましてラップをして、まあ、下にバットか何か敷いて鍋ごと冷蔵庫に入れて保存してしまいます。それでは常温に冷まします。しっかりと休ませますと、こういった形であん肝のね表面にしっかりと色がつきますので、この状態になりましたらもう一度火を入れて味を整えて常温まで冷まして完成です。この時に煮汁が減ってしまっているので、少し水を足しまして、あとは醤油で塩気を加えまして火にかけると。弱火でコト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 20分ほど火にかけて、この後常温に冷ませば完成です。20分ほど経ちましたので、ここで一度火を止めます。温かいままだとあん肝って非常に崩れやすいので、扱う際は常温に冷ましてから扱うようにしております。この状態だとね、あん肝って中にはまだまだ味が入りきっていないので、まあお店ではねこの状態で1日ほど寝かせてそれから使っているんですが、まあ家で食べる場合なんかはね、もうこの状態で常温まで冷めたら食べ始めても良いのかなと思いますん で、味を濃いめに仕上げれば3日4日日持ちしますんで、その辺はねそれぞれ加減してお召し上がりくださいと。常温に冷ましたあん肝ですね。まあこれね、なかなか赤ワインの色がしっかり染みついてはいるんですが、切ってみますと、まあ、断面はこういった形で綺麗なあん肝の色をしていますので、あとは切って盛り付けて食べるだけですね。でまああん肝はねそんなにいっぱい食べるものでもないんですが、こんな感じでねある程度厚みを持たせて箸で崩しながら食べるのが美味しいのかなと思いますんで、こんな感じのゴロッとしたブロックに切り分けまして、ちびりちびりと箸で崩しながら食べるのが美味しいんじゃないかなと思いますんで、このまま食べても良いですし、わさびや柚子などを添えても良いですし、味が完全に染み切っていないようでしたら、これあん肝の煮汁なんですが、あん肝の煮汁をねちょっと取りまして、そこにバルサミコ酢を少し加えまして、あとは好みで砂糖など甘さを足して、ちょっと濃いめに煮詰めて甘辛なソースを作って、このバルサミコを効かせたソースを絡めて食べても美味しくいただけますんで、バルサミコ酢は煮詰めていくと自然ととろみが出るので、バルサミコを加えて火にかけるだけで美味しいソースになりますんで、まあ、よかったらね試してみてくださいと。そう、こんな感じでね煮詰めていくとブク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 泡が出てきますんで、熱いうちはサラサラでも冷めると自然ととろみが出ますので、意外と簡単にこのあん肝とね赤ワインのソースができますんで、ソースができたらこちらのあん肝にかけて食べるだけと。本日は、あん肝の赤ワインに作り方を紹介いたしましたと。組み合わせは意外な組み合わせでも、やってることはね意外と和食っぽいことをやっておりますんで、たまにはねこういうちょっと変わった仕事も目先が変わって面白いので、まあ、ぜひね試していただきたいなと思う、あん肝の食べ方ですかね。はい、ということで、以上
あん肝赤ワイン煮でございましたと。まあ、ポイントはね、いいあん肝を仕入れると、でしっかりと下処理をすると、まあ、その2点ですかね。はい、以上です。